はい、皆さんどうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。ってなわけでね、前回ね、すごく悲しいことが起きました。はい、私の動画史上初の爆死ということでですね、5つ買ったランダムランダムブルースターコレクションの中に、なんと同じもの、しかもいらないもの、狙ってないものが3つ被ってしまって、そして他の2つも別に狙ってもないものが、おい！ってなわけでですね、今回は、和やかな曲を出して、和やかに、もう何が出ても、もう無表情でいこうと。もう無でいきます。もう何が出ても。このね、和やかな感じの曲で、今回は、さらっと開けて、さらっと終わっていきたいなと思います。はい、というわけでね、じゃあ僕、家庭の中で次男ということで、真ん中から行ってみましょう。いやーもうね、お金が、わかるよね？わかるよね？今ね。これをね、ゲットするのってね、相当お金かかるんですよ。はい。まあ、ゆっくり静かに、何が出ても、笑顔を絶やさず、無表情で行きましょう。そしてですね、ちなみに私が狙っているのは、青いデッサイザー。そして、金色のバルキリー。紫色のオーディン。赤色のワイバーン。こちらですね。はい。で、オーディンだけ僕手元に持っていないので、ぶっちゃけこっちも出てくれても嬉しいですね。はい。というわけで、じゃあ早速開けていきましょう。静かに、穏やかに、行きましょう。何が出ても、穏やかに、清らかな心を、ふーん！あ、やべえ、飛ばしちゃった。ちょっと待って。はい。清らかな心を持って、穏やかに、静かに、華麗に開けていきましょう。それでは、ご覧ください。まず、第一投目。おっと。笑顔を絶やさず いきましょう。ほい。はい、というわけでですね、早速2つ目開けていきましょう。穏やかな気持ちで、もう何が出ても感謝の意を込めて、そう出だしすごいこと起きてしまったけれども、私はまだ諦めていません。はい、すべてに感謝を込めて、今このランダムブースター2を開けています。それでは参りましょう。2つ目の箱、さあ何が入っていることでしょうか。2つ目、私が狙っているのは先ほど言った通り、青いデッサイザー、オーディン、できればどっちでもいい。そして金色のバルキリーからの赤いワイバーン、これが欲しい。なんで紫が欲しいかって言うと、まずかっこいい、そして持ってないからのオーバルがついていると、なかなか珍しいものが揃っているので、静かに静かに開けていきましょう。感謝の気持ちを大丈夫。次は、
きっと出てくれるはず。そう、なぜというなら、神様は存在するからです。願いは必ず通じるものだと私は思っております。そう、願いは誰もが叶えられるもの。最後のたった一つの願いを今この子が。この形はデスサイザーですね。開けたくない、すごく開けたくない。よかったー、起きたー、よかったー。でも、でもはぁ、8つ買って欲しいの1個。あ、穏やかな気持ちを持って。そう、何が来ようとも笑顔を絶やさず、笑顔を絶やさず、感謝の意を込めて開封していきましょう。それでは、私が狙っていた唯一一個だけ当たってくれたこの青いデスサイザー、まだまだリベンジするよ。なんだよこの野郎、なんだ一個しか当たってんだ。